オーストラリアアボリジニのアート、ニジヘビニジヘビは、天候現象のニジに関連し、想像と雨を降らせる力があるとされる、神話、伝説上の巨大なヘビである。ニジのヘビとも。ニジヘビの神話、伝説は、世界各地、主に北アメリカ、オーストラリア、西アフリカで知られている。オーストラリアでは口述のように様々な呼び名を持ち、広く知られている。に関連けられ、 池や湖などに住むとされている。カリブ諸島の配置で知られる虹の蛇間はアフリカから伝わってきたものである。北アメリカの諸小二族はオロチが天空に背中をすりつけている姿が虹であると考えていた。大蛇はそのようにして夏には雨を冬には雪を地上に降らせるとされていた。オーストラリア北部に伝わる伝説では虹の蛇がその体内に隠徳しているあまたの 動植物を手に入れるため、人間のシャーマンたちがこの蛇を殺し、地上に動植物を解放したという。また、アボリジニたちは、虹の蛇を、西北部から、ノーザンテリトリーにかけては、エーンガナ、カレル、ウングル、ウォノングル、ウォロンビ、ウォノンビ、ウォルンクア、ユルルングル、ジュラングル、ランガル、ムイト、クイーンズランド州においては、イエロ、タイパン、南東部においては、ミンディ、 カーリアというように様々な名前で呼んでいた。アボリジニに伝わる夢の時の伝説では、虹の蛇が地を張った跡が水路や谷や川であり、ウッには空で輝くその姿を見ることができるという。しかし寒気には泥の中で眠っており、もし眠りを邪魔することがあれば、虹の蛇は怒って、洪水を起こし村も人々も飲み込んでしまうという。 ノーザンテリトリーのカカドゥ国立公園の洞窟で角を備えた虹蛇を表現した壁画が見つかっていることから虹蛇への信仰はかなり早い時期から始まっていたと考えられている。このほか、フィジー諸島では虹の蛇伝芸の伝説が知られている。著名なのは創世の虹蛇であるウングル、エーンガナ、南部の洪水伝承を持つユルルングルの見柱の神。アフリカでは 創造母神マウーが最初に創造したものである。世界創造を手伝った後は大地を支えるために、海の底でトグロを巻いていて、時々、トグロを解いて、自分の手で空にアーチをかける。この虹の蛇は、人間や他の動物の創造に何らかの関わりを持ち、雨を降らせるという重要な役目を担ってきた。もし、雨が長く降らず干ばつが続くようなら、それは、 虹の蛇が眠ったまま、目を覚ましていないことを意味する。そのため、蛇を起こすために特別に、創造し儀式を行う必要がある。ただし、不用意にこの蛇を起こらせると、虹の蛇は怒りに任せて、巨大な体を空や大地に叩きつけ、あらゆる種類の災害を引き起こす。世界創造における虹の蛇の役割は、入江や川、湖や泉を作ることだった。 川が曲がりくねっているのは、虹の蛇が川を作るのにその身をよじらせながら進んだためだとされている。また、泉や湖が丸いのは、虹の蛇が体を休めるためにトグロを巻いて休憩していたからである。現在では、虹の蛇は寒気の間は、泉の奥に潜んでいて、うっになると、泉から姿を現して、雨を降らせる役目を果たすと信じられている。空にかかる。 虹のアーチは次の雨季に備えて虹の蛇がそれまで暮らしていた泉や川から新しい住処へと移動していることを表している。漢字の虹が虫編であるのも中国の伝説において虹が蛇や竜の一種とみなされていたからである。また思考である虹を押すとし、福虹ジタルメスをゲイと呼んだ。西アフリカの本人の神話にはアイドウエドという 創造神マウと共に、世界の創造に関わったオロチが見られる。キンバリー地区に伝わる。ノーザンテリトリーに暮らす、ワラマンガの伝承に登場し、ワルンクアインとも呼ばれる。クイーンズランド州北部に暮らすウィクムンカンの言語で、虹の蛇も表すティパンは、英語に借用され、タイパン族の蛇、特に、オースキュータラタスを指すごとされた。日本語、英語、ありがとうございます。